はい、こんにちは。河川、下の線、河川、安物の酒、言われます。ワンカップのデカ版やね。けど値段はワンカップと一緒みたいな。じゃあ、ここから。人を押しのけて生きて、行くより安いお酒に酔いたいの。大阪。はい。言われます。何飲んでも同じ。はい。島シリーズー。もう春です。もう春です。これが残っとるんですよ、ずっとね。この安物の100円も1000円、80円か90円のこの鍋のこれね。これは使わんとまた来年まで持ち越すのあれやからね。と思って、ようありません。鍋物セット用の野菜とかね。あんのもう売ってませんや。売ってても値引きとかしてませんや。だからもう、ちょっとね、これを透かすために、買ってきました。まずこれを。今年はこれもね、この冬はこれもあんまりお世話になれんかったね。あんまり鍋作れんかったね、この冬は。知らんけど。で、これ南京玉すだれ。南京見かけてね、この切り方じゃなくて、なんか鍋用の切り方ありますね。こんな U の字みたいな。あ、なんだ、これ見て、あ、せや、もう南京でも炊いて食べよう思って、これあるからね。で、ちょっと一周いうか、他見てるスプーンからそれも捉えとってね。これだけ、この切り方だけ残っとったから、これ洗わんでええね。え？洗わんでええね。まあ、煮るからええよね。まあ、汚い手で触ってはるやろけど。もう一個お前ね。八百屋の兄ちゃん、汚い手です。切ってるやろうけど。もういいわ。なんかね、ほんま、年いけばいくほど、なんか、神経、潔癖症やないねんけど、なんかもう潔癖症っぽくなってきてね。昔らそんな気にせえなったのにね。で、これ、サンデーでもやしも買ってきました。これ、20何円。で、揚げさんね。これ入れて。で、豚肉も買ってきました。これはサンデー。これも安物じゃない。国内産。はい。値引きしてない。っていうことで。これはどのタイミングで入れよう。これ、もう入れていいんかな。もう入れちゃいますね。これ、面倒な湯抜きって読むんですか？油抜きか。油抜きは千里って書いてますわ。そんなんせなあかんこと自体も忘れてるけどね。何歳ぐらいの時かな、まあ、ええ年になってからね、二十歳超えてからぐらいかな、男の同級生がね、家来て、私はもうずっと一人暮らししとったんで、男の同級生が来てね、ほんで、なんか料理作ってあるわ、言うて、何料理か覚えてないですけど、その、油揚げっちゅうの、それを、なんちゅうの、これはなんか湯抜きですよ、油抜きですよ。なんか、沸騰したあれに入れてね、作りよったんですよ。こないせなあかんねんで、言うて。その時に、そうなんや、思って。で、別にそうやって、ご丁寧に湯沸かしてやらんでいいんやで、言うて、こう、湯をかけるだけでもいいんやで、とかね。
その人が教えて、その一人でそいつが教えてくれました。そして偉そうに言ったがね、その方が教えてくれました。大親友ですわ。人を押しのけて生きてゆくよりっていう、ほんまにそういう生き方してるやつでね、ほんまに G で、あ、落ちたG でそういう感じのやつでね、もうめっちゃいいやつですよ、ほんまにね。あの暮れにあった人情酒場でもね、何回来てくれたかな、3回ぐらい来てくれたんちゃいます、ほんまにね。ほんで高い酒飲んでくれてね、ほんまにありがたい話。人を押しのけて生きてゆくより、今も私と同い年や、同い年やんて、同い年ですや、同い年いうことも61ですや。それでもまだね、今でも中央市場でね働いてますね。朝早ういうか夜中からね、夜中の晩の8時ぐらいに家出て、で帰ってくるのはもうお昼ですやん、次の日の。よう頑張ってるよ、ほんまにね。若いのにマジで、まあ、会社の構成分かれへんすけどね。ゴミ箱の上に何か置いたらあかんって言われたから、こっちの子っていうことでね、ほんまにね大変ですよ、ほんまに。そんな朝の早からいうか晩の遅うから、ほんまに。でこれでもう完成ですやん。あと豆腐とお豆腐ともやし、これはちょっと後めに入れた方がいいんやね、多分。お豆腐も2丁入れよう。そやもう豆腐と、最初南京買ってね、でも南京とこの豆腐だけでええわ思て、豆腐、湯豆腐やないけど豆腐が食べれたらええわみたいな感覚やったんですけどね、だんだん、今日サンディ行ったのが悪いね、いっぱい買った。もやしも入れたり、野菜がないとあかんから、野菜入っとるけど、南京がね。はい、そんなこっちゃで、これ入れるタイミングがわからん。最後の方やね、多分ね、これは。はい。っていうことでね、今日はね、ちょっと実食ができへんすよ。実食するのが多分ないんやね。いや実食はしますけど、カメラで撮られへんと思いますね、多分ね。やることはもうね、やること、あ、じゃあこんなんせん。あ、このホーロー鍋ほんまやね、もうこれでまた1年間多分使わへんね。今年はこんなんほんまに1回か2回しか使ってんでしょ。このホーロー鍋のほんまええわ。ありがとうございました、ほんまに。無事、ぬくなりました。春が来ました。はい、ありがとう。また来年まで頼むわな。熱っ、めっちゃ飛んでくるし、熱っ。今日サンデーでまたね、お米とかね、お水とかいっぱい買ってきた。助かるわ、サンデー。もうええんかな。ちょっと火緩めよう。熱っ。ちょっと傾いてますやろ、これ。一心上の都合でね、ちょっとガス台がもうちょっと歪んでますね。これもちょっと買い替えたいね。買い替えたいが、もう買い替えなあかんねん。何をちびっとるねん。人を
押しのけて。洗わずそのまま、これも洗わんでいいんやて。すげえ。もうちょいやね。はい、ということで、鍋ちゃんも終わりや。あー、腹減ってきた。っていうか、酒、下船うまない。いやいや、下船おいしい。どのタイミングで出ちゃうんやろ。もうええんかな。まだやわな。けど肉もいけるか。人が作ってくれたいうか、よそでやるときはこんなんもう浅めで食べるんですわ。前も言うたね、鍋ね。逆に浅い方が好きなんですよ。煮込むよりも。けど、自分の家でするときはもう妙に煮込んでまいますよね。なぜか。自分の食材と腕に、あれがないやろね。自信がないんやろね。うわ、超うまそうなんですけど。もやし。でから豆腐。豆腐は。あれ、包丁ないやん。ああ。しもた。ええ包丁。いい包丁。怖っ。包丁怖っ。包丁マジ怖いわ。マジ怖い。マジ怖い。で、これで蓋閉めたら完了しよう。はい、な感じで、よっこいしょいし。始末シリーズ。これでお開きとさせてもらいますわ。何が言いたかってみたいな。見せたかってみたいな。始末してるところをね、見てほしいだけですね。安く買ったじゃん。僕は、これを30円で買ったんです。真似すなっちゅう。大阪だけ？ああ、あの人大阪じゃないもんね。大阪はなんか安さ自慢しますや。これなんぼで買うたと思うとかね。ほんまに。ちょっと強めようか。こう、水位を上げなあかもんね。私は沈めへん派やから。こう、沈めるとめっちゃ言ってますやん。こう、下そうとして沈めるの。私はもう沈めへん派なんですよ。おお、オーマイガー。勝手に水かさやないけど汁かさが上がってきますやん。それがいいんですよ。それが男ぞ。はい、多分いけたと思います。これ
これちゃんともやし沈んでへんでしょ。あ、豆腐も全然沈んでない。ってことは豆腐は冷たいっていうことかな。どうやろ、豆腐は沈んでなかったも熱なるんかな。はい、一番食べたいのはね、南京ですね。南京と揚げさんかな。もやしも食べたいな。豆腐なんとなく冷たそうやね。あれ、南京がない。超うまそうじゃないですか。うぅ、斜めが怖い。こんなひっくり返したらこの世の終わりや。超うまそうじゃないですか、これ。超うまそうやで。超うまそうどころちゃうよ。激うまそうですわ。これほんまにガッシャンになったら熱っ。熱っ。はい。こんなん出ました。ということで。ご清聴ありがとうございました。始末シリーズでした。今年最後の今年この冬最後の鍋でした。はい、バイナナ。これで今日は失礼します。ありがとう。はい、衝撃映像です。これね、洗う時にね、一回水入れて沸騰させてから洗おう思ったらね、沸騰した瞬間にドサッひっくり返りました。これ大量のお湯ですね。じゃんじゃん。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。